どうですか、何か食べましたか今日はまた急にはい、今日は朝ごはんね、実は食べました。今日は何ですか、プレッツェルっていうのはドイツのこれね、リードルというスーパーで冷凍のプレッツェルを買ったんですよ。だから焼いたらいいだけ、もう自分で何も作らない、焼くだけっていうやつね、冷凍で。でそれを昨日焼いていたので今朝食べました。パンみたいなやつですかね。そう、なんかちょっと何ですか、形が変わってるよね。うまく説明できないけど、ドイツのそれを食べて、あとコーヒーですね。はい。なんかプレッツェルって2つありますよね。そのパンみたいな大きいやつと、パンのやつ、私パン小さいクラッカーみたいなお菓子みたいな、はい、いや私パンみたいなやつ、パンみたいな大きいで、なんかチョコレートがついてるやつとかもたまにある。アーモンドのついてる。ああ、そうか、私はシンプルなやつでした。ごまだけの、ごまついてますか、塩みたいな型大きな、なんか塩みたいなのがついてる。あ、塩だけのね。そう、シンプルな、を食べました。そのまま、今日は何もつけず、そのまま。それだけ。多分後でお腹すくけど、またマフィンでも食べます。はい。いろいろいいですね。プレッツェルなんて日本では食べないな。ないでしょ。そう。全然食べない。なんかドイツに旅行に行った時に、ドイツのパブみたいなところでなんかあるんですよ、出てくるんですよ。でみんなビール飲みながらの食べてるの。面白くない？私はすごく面白かった。なんかパンみたいなものをビールね、ビールとパンみたいなものってなんか日本人ではちょっと考えられない組み合わせじゃない？お腹がいっぱいになりそう。パンはちょっとあれですね。ね。でもね、そういうのって僕はね、実は関係ねえと言ってしまう。関係ねえ。来た。関係ねえ。そんなの関係ねえ。はい、こういうありました。そんなの関係ねえ。なぜかというと、我々日本人は来た。ラーメン、餃子、チャーハン、そうね。ビール、ラーメン、まあ今もしますか、てっぺんさん。私も今きついわ。でもチャーハンとビールなんて全然大丈夫です、僕は。いや、大丈夫ね、それはね。ご飯とビール。確かに白いご飯とビールはちょっと変ですけど。ちょっとね。チャーハンは大丈夫ね。いろいろ具が入ってますから。なんか白いご飯とビールはちょっと変です、やっぱり。ね。でもおにぎりとビールは。いや、私しないな。大丈夫。焼きおにぎりだったらいいんじゃない？ちょっとそれはよくわからないけど。焼きおにぎり、居酒屋メニューであるじゃないですか。いや、例えば寿司とビールなんて普通ですね。だからご飯とビールは全然大丈夫。なるほど。関係ねえ。本当にね、面白い。なんかよく言いますよね。なんかその炭水化物、ね、カーボハイドレート、炭水化物とビールはなんか変だみたいなね。いやでも意外とね、ドイツで食べた時に合ってたんですよ。やっぱりプレッツェルがちょっと塩っぽいんですよね。プレッツェル甘くない。意外とよくって。太りそうですね。そしてソーセージね、ドイツのソーセージとか食べちゃうと。はい。野菜がないですね。なかったです。そしてポテトを食べる。野菜が緑の野菜がなかった。最近僕の子供がそういうなんかことを言うんですよね。今日は野菜を食べてないねとか言うと、食べたよ、じゃがいも食べたよ、パタタ食べたよみたいな。いや、それは野菜だけど野菜じゃないよ。緑の野菜を食べなさい。ちょっと難しいですよね。じゃがいもとか難しいね。トウモロコシって。ね、コーンね、トウモロコシとかじゃがいもってなんか野菜だけど野菜じゃないみたいな。なんか嫌いな野菜とかあるんですか？人参が嫌いとか、お子さんほうれん草が嫌いとか。子供はやっぱり野菜があんまり、でもこれちょっと難しい。なぜかというと、本当？なんかやっぱり保育園で、ね、学校で野菜が嫌いな子供がまあいますよね、たくさん。もちろんね。でなんか野菜が好きなことの方がちょっと変というか。ああ、なるほど。そう難しいな。なんか僕も嫌い、何々君も嫌い、あ、私もみたいな。そう、私も嫌い、みんな嫌いでみたいな。なんかこう野菜が美味しい、野菜が好きっていうのはかっこいいみたいなのがまあ大事なんですけど、なかなかね、なんか僕も嫌いだよ、何々君も嫌いだよ、イエーイみたいな、そういう感じなんで、ちょっとまあ野菜を食べるのはいいことだよっていうふうに教えるためにね、野菜を食べたら強くなる、強くなるお、はいはいはい、強くなるよ、強く、体が強くなる、そうね、はい、そしたらそういう感じでね、子供はまたちょっとそのなんか野菜を食べて、僕はもっと強くなったね、あの子よりも強くなった、何々君は野菜を食べない、僕は食べる、だから僕のが強いみたいな。ああ、本当にそう。でもそんなことじゃないよって難しいですよ。難しいね。野菜を食べたら強くなるっていうと、野菜を食べない子は弱いっていう難しいね考えるから、まあ、野菜を食べなくても何々君は強いよって言って、あれなんかこうお父さん大変。そう難しいですよね、やっぱりピュアすぎて。なるほどね、大変ですね日々。そうですね。まあでもまあ大丈夫でしょう。僕も子供の時やっぱりピーマンとか全然好きじゃなかったし、でも一番好きなのピーマンですね今本当に。野菜らしい味が好き。確かに野菜らしい苦い味が美味しい。苦いわかる。苦いよねピーマンって。甘い食べ物がやっぱあんまり好き、そのね、なんかその本当に甘い食べ物は好きなんですけど、例えばチョコレートとかあんことか、僕はクリームとかね大好きなんですけど、さつまいもとかかぼちゃとか、わかる、野菜だけ、人参とか、あとは果物でもちょっと甘いんだよね。果物でもオレンジとか、あんまり好きじゃなくなってくるんですね。そう。はい。果物はもう少し酸っぱい方が好きだし。ああ、確かに私も果物は酸っぱいのが好きで、そう、なんか甘い果物はまあまあ、もうちょっとなんかそのオレンジとかみかんとかあんまり好きじゃない。オレンジジュースとかそんなに好きじゃないです。酸っぱいのあるじゃないですか。酸っぱいみかん。酸っぱいみかん。酸っぱいみかん。ねえ。だからいろいろあるね。味は変わりますよね、子供の時と。今は苦いものとかね、ビールとか、そうね、ウイスキーとかね、なんか何そういうあれでしょ、珍味みたいなもの。珍味か。珍味って言いますよね。なんか例えば何ですか、例えば何が珍味なんでしょうか。珍味っていうのはなんかちょっと。珍しいちょっと味って書くんですけどね、言葉は。でも珍味ってなんかただの酒のつまみですよね。大体そうですよね。珍味って言われてるものは酒のつまみですよね。明太子。ああ、明太子美味しいな。明太子、からし明太子。食べてない最近。は明太子は魚の卵ですよね。小さい卵。美味しいよね。あとはまあイクラとかも珍味ですよね。イクラはサーモン、なるほど。ウニとか、あとカラスミはね、そういうものか。じゃあやっぱりお酒と一緒に食べるものだね。はい、子供は大嫌いですよね、そういう食べ物。いや、それは無理子供は。塩が強くて。そうね、全然甘くないし。はい、全然甘くないし、塩辛くて。ね。これは大人の食べ物ですね。大人の食べ物。ね、お酒と一緒に。お酒と一緒にこう珍味を頬張る。哲平さん、お酒飲むとき何かつまみを食べながら飲みますか？いや、全然お酒だけ。お酒だけで、まあ本当に塩とかでも大丈夫です。塩と酒。本当に夜な夜なレッスンが終わって。塩いらないですね。何もいらない、何もいらない。だからお酒だけでしょ。はい、お酒だけで大丈夫、ね、だけどその後なんか食べます、うん、あ、その後食べるんだ、はい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 。じゃあ寝る前に何か食べるってことですか？そう、毎日寝る前に食べます。あ、本当に、はい、そっか。でもあんまり、でもあんまり太ってないね。太ってないんですけどね、うん、やっぱりもしかしたら見えない見えないところで内臓が太ってるかもしれない。あ、そういうことか、うん、僕のレバーね、リバー、うんうん、がちょっと、レバーですよね、日本語で。気になるレバーがフォアグラみたいになってる、うん、そう気になるこの頃ですね。そうか、パテになってるかもしれない。そうか、そう、夜食ってことですか？じゃあそれは。はいはい、僕は何時ぐらいに食べるの？うん、1日ね、僕は5回か6回ぐらい食べるんですよ。あ、本当に、うん、すごいね。のりこさんもでもたくさん食べるんでしょ？うん、私はまあおやつが多いからね。おやつが多いでしょ。だから甘いものが多いから。全部で5回ぐらい食べるでしょ？食べてるね。うん、うん、何かね。そう。でも1回で食べる量は少ないでしょ？そうですね。僕もそんな感じ。たびたび少しずつなんか食べてるね。はい。僕も朝8時に食べて、昼12時でしょ。はい。でやっぱり3時ぐらいに食べるんです、ね。あ、あるあるある。そして6時に家族で食べる。はいはい。そして10時半ぐらいに食べるのかな。そっかそっか。5回ですこれ。なるほどね。面白い。